こんにちは、翔太です。今回なんですけど、少しですね、皆様に謝りたいなと思ったことがあるので、そちらについて話していこうかなと思います。何についてかと言いますと、7周年のキャラクターですね、オーディンについてですね、ちょっと、謝罪させていただこうかなというふうに思っています。何の話だっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、私ですね、先日7周年のイベントですね、なんかいつもより1週間早く来てるぞっていうふうな動画を上げて、全体的に1週間早くなっているので、もしかしたら今週ですね、オーディン7周年キャラクターとしてやってくるんじゃないかっていう風なですね、動画を先日上げました。で、その動画がですね、ちょっと私完全に勘違いしていて、ちょっとこの場でですね、謝罪させていただきたいなという風に思っています。今ですね、最悪状態の、ネタバレとかも来ているので、もしかしたらもしかするかもしれないんですけど、前回までですね、ちょっと私、1週間ですね、ずれて、考えていたっていうところがあって、1週間ずれた時期をですね、今年で言うと来週から7周年イベントが始まるというふうに思っていたんですけど、普通にですね、3月の頭の週からですね、5周年イベントも6周年イベントも始まっていました。本当に申し訳ないです。完全に忘れてましたねというか、私の、サムネイルをですね、見ながら話していたんですけど、私のサムネイルが6周年とか5周年に触れ始めてるのが3月の2週目からなんですよ、大体。それでちょっと勘違いしてしまったっていうところがあるんで、大変申し訳なかったんですけど、いつもの流れ的にはですね、3月の1週目っていうのはイベント開始になっていて、無課金の UR キャラクターですね、去年はチョコ、おととしはリカで、今年はウッドハードっていう風な感じで来ています。で、金曜日に関しては、大体ですね、MR アバター来ます。なんで、今年の金曜日も MR アバターが来るかなと思っていて、おととしは超高名、去年陽気比って感じで来ているんで、もしかしたら、どうだろう。もしかしたらバッファー、でも MR アバターってもういる？バッファー。あんまりちょっとパッと思いつかないんですけど、もしかしたら MR アバター来るかもしれないです。で、その次の週ですね、3月の、17とか18とか16とか、そのあたりに15とか、そのあたりにですね、周年のキャラクターっていうのは来るっていう風な傾向が、これまでもありましたので、もしかしたら、もしかするかもしれないです。もしかしたら、というか来週ですね、従来通りに行くのであれば、来週来るかなと思うので、オーディンですね、来週来るかと思うので、皆さんですね、今週っていう話はちょっと頭からですね、出してもらいたいなというふうに思います。一応ネタバレが今来ているんで、もしかしたら今週かもしれないんですけど、多分月半ばの MR 制って形で来るのかなと思いますので、来週が妥当かなと思います。で、私ですね、今週の金曜日開けて、来週の金曜は開けてないんですよ。皆様はですね、どちらの金曜日、今からでも来週の金曜日を開けることはできるんで、良ければですね、ちょっとコメントとかで教えてもらいたいなというふうに思います。本当に申し訳なかったなと思いますね。多分来週来ます。今週ではないかなと思います。今週は MR アバターかな。何の MR アバターかって言われるとちょっと微妙ですけど、何かしらの MR アバター来るんじゃないかなというふうに思います。で、もしかしたら気候に関、マッチしすぎてるもんな。気候は MR アバターかもしれないなと思ったんですけど、ちょっとマッチしすぎてるんで、状態性を下げるっていうところ、ちょっと何とも言えないですね。で、去年なんですけど、生放送ですね。3月の10日かなの更新情報の、3月の7日ですね、去年の更新情報の後に、今年もあったっていう風な内容で、生放送ですね、ありますよっていう風な
告知がされていたので、もしかしたらこのタイミングで来てないのかな、まあもしかしたら日曜日にあるんじゃないかなってちょっと思ってます。ないですかね、今日の段階で何も連絡がないということはないってことなのかな。6周年の時はどこを見たんだろう、私は。ないのかな、もしかして。まあないのかもしれないですけど、まああったら嬉しいなというふうには思ってはいます。6周年は、ちょっとわかんないですね。まあまだ生放送がないと限ったわけではないかなと思うので、皆様気をつけてください。でまあちょっとですね、まあこの戒めも込めて、私メインのアカウントですね、基本的にはどっちがいいんだろう、基本的にはですね、経験値なりどうかにですね、倍率がかかるような時はですね、基本的に昼ぐらいまでログインしないようにしているんですけど、もうちょっと今日はですね、時間が時間っていうところもありますけど、申し訳ないなと思って、ログインしちゃいました。ログインしたままですね、ちょっとお話をしてしまいました。まあちょっとこの後ですね、この後か、まあ、ちょっとどっちを先にしようかな。まあちょっと動画の順番前後するかもしれないんですけど、7周年ですね、まあ今日から本格的に、日付変わったんですけど、今、今日からですね、本格的に、やっていくところになってくるかなと思いますので、そちらですね、話していこうかなというふうに思います。今回の動画はここまでにしようかなと思います。本当に完全に間違えていて、大変申し訳ありませんでした。ちょっと反省してます。まあ、いろんなところに反省しないといけない部分はあるかとは思うんですけど、ちょっと今回はですね、ただただ、自分のメモを見間違えていたので、ちょっと勝手に舞い上がって、今週に来るとか言ってしまって、本当に来たら褒めてください。以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いします。